バーフバリシリーズは、インドのマルチメディアフランチャイズ作品。テルグ語映画で活動する、KV、ビジャエンドラプラサード、SS ラージャマウリフ氏によって創造された。映画シリーズ、バーフバリ伝説誕生、バーフバリ王の外戦から始まり、アニメ、ドラマ、小説など、複数の媒体で、シリーズが発表されている。映画二部作は、 合計43億ルピーの制作費が投じられ、バーフバリ伝説誕生は2015年7月10日、バーフバリ王の外戦は2017年4月28日に公開された。2017年3月7日には小説ザ・ライズ・オブ・シバガミが刊行され、4月19日からはアニメシリーズバーフバリ失われた伝説がアマゾンプライムビデオで放送された。企画 SS ラージャマウリ KV ビジャエンドラプラサード2011年2月 SS ラージャマウリは次回作の主演にテルク語映画の俳優プラバースを起用することを発表した2013年1月には次回作のワーキングタイトルがボフーバリーであることが発表され後に正式なタイトルに採用された音響監督の PM サティシュによると音響制作にあたり音響機器から 時代遅れの音を除去することに苦労したという。キャストのプラバース、ラーナー・ダグバーティ、アヌ・シュカシェッティは、役作りのために剣術を学び、プラバースとラーナーはこれに加えて、乗馬を学んでいる。2013年10月に映画が二部作で、制作されていることが発表され、ラージャマウリは二部作となった理由について、王国をかけて戦う兄弟の物語は、規模が大きすぎて、 映画一本分の中には収まりきらなかったためと語っている。マダン・カールキはタミル語版のセリフを手掛けるため起用され、セリフはマノハラなど自慢なんなど往年のタミル語歴史映画のような精錬なものになるだろうと語っている。アクション監督にはピーター・ハインが起用され、特定のシーンでは2000人のエキストラと像を動員して撮影している。撮影監督には KK 戦ル力マールが起用されている。ラージャマウリは制作に際してマハーバーラタから強いインスピレーションを得たと語っており、映画の舞台にはインドの古代都市からインスピレーションを得たマヒシマティ王国を設定している。2014年1月上旬、ソデーのマーターは映画制作者に対して法的通知書を送付し、映画のタイトル ゴフバリーがジャイナ教の伝承上の人物である、バーフバリと同一であり、映画が暴力的な内容であるため、ジャイナ教の競技やヒンサーに悪い印象を与えるとして、制作に反対した。数日後、プロデューサーの勝負やララガッタは、映画は、バーフバリやジャイナ教は、無関係です。物語は、KV、ビジャイエンドラプラサードが描いた完全なフィクションであり、バーフバリは、 主人公の持つ力を意味していますと述べつつ、法的通知書を受け取っていないことを明かした。2015年5月上旬に最初の宣伝ポスターが公開されるが、女性の手が水面から幼児を引き上げるポスターは独創性に欠けるとして批判された。デカンクロニクルは宣伝ポスターがサイモン・バーチと類似していると指摘している。ララガッタは音響制作について、 バーフバリは音響制作を重視している数少ない南インド映画の一つです。シンクサウンドを使用するという考えは捨て、撮影セット全体に様々な種類のマイクを設置して自然な音を演出したのですと語っている。プロダクションデザイナーにはサーブシリルが起用され、彼はザ・タイムズ・オブ・インディアの取材に対して常にバーフバリのセットに挑んでいます。 このミスが許されない時代劇映画に大きな責任を感じています。椅子、玉座、宮殿、剣、鎧、衣装などすべてのものがゼロから作られたのですと語っている。2014年11月5日から14日にかけてホーリーサウンド技術者のフィリップ・バンディールが制作に参加してベルギーで音響制作が行われた。ラーナーは物語の内容について マヒシマティ王国をめぐる、重慶帝同士の戦争と語っている。キャスティングプラバースラーナーダックバーティアヌシカシェッティ、主演のプラバースとアヌシカシェッティは、2013年公開のミルチ以来の共演となった。アヌシカは2006年公開のバイクレマーカデュ以来のラージャマウリ作品への出演と、 なり、バーフバリに出演するために2013年から2014年までの撮影スケジュールを確保した。ラーナー・ダク・バーティは、プラバース演じるバーフバリと敵対する悪役、バラーラ・デーバ役として起用され、ミルチで、プラバースと共演した、タミル・語映画俳優のサティア・ラージの出演も決まった。カナダ・語映画俳優のスディープは重要な役で出演すると報じられた。 彼は2013年7月に4日間の撮影に参加し、ピーター・ハイン指導のアクションシークエンスで、サティア・ラージと共演した。2013年4月には、アディビセッシュが起用され、彼は、パンジャーでの演技を、ラージャ・マウルに評価され、バラーラ・デーバの息子・バドラ役として出演することになった。同年8月には、ラムヤ・クリシュナが、国母・芝神役に起用されたことが発表され、 ナーサルも助演俳優として出演することが決まった。12月11日にチャランディープが悪役に起用されたことが発表され、同月20日にはタマンナーが二人目のヒロイン役として出演することが決まった。役作りラムやクリシュナ・サティア・ラージ・ナーサル・タマンナー・ラーナーは役作りのために大幅な肉体改造を行い、ベトナム人トレーナーのトゥアンの指導を受けてマーシャルアーツを学んだ。 サティアラージは役作りのためにトンスラを行い、スリープは武器商人アスラムカーンを演じることになった。2013年10月末にラーナーはファッションシーに出演し肉体改造を終えた体を披露した。2014年5月中旬にアヌシュカが映画の後編で妊娠中の女性を演じることが明らかになった。プラバースとラーナーは 役作りのために撮影期間中は長発を維持した。2014年5月にプラバースは自身の公式フェイスブックで軽微な肩の手術を受けたこと1ヶ月以内に撮影に参加することを公表した。6月1日にプラバースとラーナーのトレーナーであるラクシマン・レッティはプラバースが撮影開始8ヶ月前からトレーニングを始めたこと2年後には2人とも 体重を 100kg に増量したことを明かしている。また、彼は、プラバースは、バーフバリ役のために強靭な体格が必要とされているのと同時に、第2の役柄のために、細身の体格が求められていることも明かしている。2014年2月にプラバースは、トレーニングのために、WWE のジアンダーテイカーの元を訪れ、トレーニングの方法について、やり取りを行っている。 プラバースは1500万ルピーの費用を投じて自宅にトレーニング機器を設置し、個人用ジムを整備した。彼は40個の半熟卵ジロにプロテイン粉末をブレンドした朝食を摂取して、体力を増強した。2014年6月中旬に、タマンナーは役柄について、この映画での私の外見はこれまでと異なる新しいものになります。今まで、 女が意見を見たことがありません。私にとって新しい役柄になっていますと語っている。ラージャマウリは彼女の存在を映画における付加価値と表現しており、彼女は役作りのために特殊なトレーニングと食事制限を実施した。撮影オルバカルロックガーデンアキラピリー、滝撮影中のプラバーストサーブシリル2013年7月6日から、 カルヌールのオルバカルロックガーデンで撮影が開始され、8月末からはハイデラワードのラモジフィルムシティで主要キャストの撮影が行われた。第2スケジュールの撮影は8月29日に終了し、10月17日からはハイデラワードで新たな撮影スケジュールが開始された。同月末にラモジフィルムシティで撮影用に特別に栽培していたトウモロコシ畑が 撮影一週間前に大雨で壊滅するトラブルが発生した。撮影は11月にカルヌールで再開されたが、絶えず、降り続ける雨のために撮影が中止に追い込まれてしまう。この時、現場には3万人のエキストラが集まっており騒ぎが起きたが、プラバースとラーナーが騒ぎを収めた。その後、ラージャマウリはエキストラにセンターステージに向かって全員で、 バーフバリバンザイと叫んでほしいと依頼した。このシーンは映画の最後の場面で使用されたほか、バーフバリバンザイの掛け声は複数の重要シーンで使用されている。カルヌールでの撮影が終了した後、スタッフは次のシーンの撮影のために、ケーララ州に移動し、11月14日から撮影が開始された。しかし、同地での撮影も雨によって、たびたび中止に追い込まれた。 同地での撮影は、アキラピリーだけなどで行われて12月4日に終了した。この期間中、ラモジフィルムシティでは12月23日から、主要キャストと2000人のエキストラが参加する、戦闘シーンを撮影するための撮影セットが作られていた。また、ラモジフィルムシティ付近にある、アナジプル村の農家が、ラージャマウリから、撮影許可を求められなかったことに腹を立て、 撮影を妨害しようとする騒ぎが起きたと報じられたが、ラージャマウリは報道を否定している。撮影チームは年末に2日間の休暇を設け、2014年1月3日から撮影が再開された。1月中旬にラモジフィルムシティにマヒシュマティ王国中心部の撮影セットが作られた。撮影はマカール・サンクランティのために一時中断し、同月16日から、 戦闘シーンの撮影が再開され、同月18日に撮影日数が100日目を迎えた。3月28日からは、ラモジフィルムシティで夜間のシーンの撮影が行われ、ラージャマウリは4月5日に戦闘シーンの撮影が終了したことを発表した。短期間の休暇を挟み、4月20日から次の撮影スケジュールが開始された。アヌシュカトラーナーの出演シーンを撮影した後、5月に、 撮影チームは短期間の休暇に入った。同時にラーナーは数ヶ月間撮影から離脱している。5月末にタマンナーが6月から12月にかけて撮影に参加することを公表した。6月7日から10日にかけてゴールコンダでスディープとサティアラージのアクションシークエンスが撮影された。この後ラージャマウリは大雨で中断していたシーンの撮影を再開した。 同月23日からタマンナーが撮影に参加し、プラバース、ラーナー、アヌシュカと共にラモジフィルムシティとアンナプルナスタジオで重要シーンの撮影が4日間かけて行われた。大雨で壊滅したトウモロコシ畑のシーンはブルガリアで撮影されることが決定した。ラモジフィルムシティにあるバラーラデーバ像のセット2014年7月にプラバースとタマンナーの ダンスシークエンス柄文字フィルムシティで撮影され、ケイシバさんカールンが振り付けを担当した。このシークエンスでは、一般的にアクションシーンなどで使用されるロープやトラスを使用して撮影されている。ダンスシークエンス撮影後は、ピーター・ハイン指導の下でアクションシークエンスの撮影が行われた。8月10日には、撮影日数が200日間を超えた最初のテルグ語映画になった。 同月26日からは、マハアバレンシュアルで、撮影が行われたが、雨、霧、寒さなどの悪天候のため撮影は難航した。撮影は2週間で終了し、9月12日からは、ラモジフィルムシティに戻り撮影が行われた。しかし、テルク映画連盟に未加入のスタッフを雇用していた、ことが発覚し、これに抗議するストライキが発生したためラモジ、 フィルムシティでの撮影が中止に追い込まれた。11月30日までの間にプラバースとラーナーのアクションシークエンスがラモジフィルムシティで撮影された。タマンナーは特定のシークエンスの撮影中、強風で吹き飛ばされないようにサーブシリルが作った人工樹に体をロープで固定して撮影を行った。12月初旬には25日間の日程でブルガリアでの撮影が開始された。 この際、テルク映画連盟のストライキが原因で、ハイデラワードからブルガリアに移動したと報じられたが、制作側は、ブルガリアでの撮影スケジュールは、ストライキの発生以前から決まっていたと反論している。同地で3週間撮影した後、12月23日に、撮影チームは、ハイデラワードに戻り、ラモジフィルムシティで、残りの撮影を行った。ラモジフィルムシティでの撮影のために、 ラージャスターン州から100頭の馬が輸送された。2015年3月には、プラバス、ノラ・ファテヒ、スカーレット・メリッシュ・ウィルソン、マドゥース・ネーハー・ウパディアイが登場するアイテムナンバー、マノハリの撮影が行われた。アルカメディアワークスとグラフィック・インディアが共同制作したアニメシリーズ、バーフ・バリ失われた伝説がアマゾンプライムビデオで放送された。 1> 第1話は2017年4月19日に公開され、第2話以降は5月19日からストリーミングを開始した。テレビ放送の権利は、カラーズ TV が取得し、Amazon プライムビデオでの放送終了後にテレビ放送された。シリーズの前日単にあたる、バーフバリ、帝国の夜明けがネットフリックスで制作、公開される。2017年3月31日に、国母、 シワガミを主人公にした前日短ザ・ライズ・オブ・シワガミが刊行された。同作はバーフ・バリ小説三部作の第一弾として発表された。同月にはグラフィックノベルボフ・バリーバトル・オブ・ザ・ボールドがグラフィック・インディアから発表された。2018年4月には深谷・アキラが作画を担当したコミカライズ作品の発売が発表され。 同年6月に発売された。ありがとうございます。